すいません、これ肘ですか。これ肘、ここ硬いからね。これ肩甲骨ですか。これ肩甲骨のとこ、ここ。あー、硬い。硬い。あ、痛いですよ、そこ。ここ硬いよね。はい、いつも痛いですよ。これね、まあどうしてもね、ここ首と肩と肩甲骨の付け根になるので、はい、あと、ここです、そこ。これ、これ、これ、これ。これはひどい。これはひどい。あ、痛い。痛い、痛いけど楽だな。そう、痛いけど楽になるっていうね。この不思議な感じ。あ、そこ硬いですよ。ここ硬いな。はい、はい。いや、自分だと取れないですよ。うん、ここまで硬くなっちゃうんだね。すごい汗ですよ。ねえ。マッサージこんな汗かいても痛いです。ああ、そう。うちはこれは当たり前。当たり前。すごいな。だって受けてて力弱くならないでしょ。はい。これを求める人がいるからね、うちの店には。はあ、これはすごい。聞き死に勝る。これで、おぉやばい、まだ力足らないぞみたいな言われちゃいますからね。本当ですか。言われる言われる、いずれに常連さんか。常連さんがその人たちのために、まあ、こうやって力強くなってるだけであって。激辛ラーメンみたいな、激辛カレー屋さんみたいな感じ。食えないな、注文するなよみたいな。なるほど。もうダメだと来なくていいからっていう。これはすごい。片手は下ろしといて。だから分かる人さえ来ればいいっていう考え方だからね、うちは。なるほど。来たかったらどうぞって。やるわ。覚悟決めても心折るみたいな。またあの、ここって今肩こりってやったの。はいはいはい、ここ。これ肩のこりっていうか、もう肩甲骨のこりだね。はい、でこのこりがきつすぎると、はい、首のこりとかに、頭を間違えちゃうんですね。
そこ痛いですね、今すっごい痛いです。そうそう、ここがあの肩こりによく効くところ。首こりとかね。意外と首が痛いんですっていう人ほど、はい、首触ってもそんなに悪くなってることなかったりするんだよね。あ、そうなんですか。うん、だからあの背中とかがすごい硬かったから、それが溜まってきてたまたま首に痛さが出たよっていうことも結構あるのさ。ああ、そこすごい痛いです。そうそう、だから悪くなってるところが原因っていうことはないんです、はい、実は。そうなんですか。そうそう、お仕事なんかでもない、なんかこれが原因だろうなと思って問題点探し出してみたら全く違うところに問題があったみたいな。だから思ってたのと全然違う部署が原因だったりすることなんかね、凝りにもあるんですよ。だから首がすごい凝ってるからっつって首だけ触る店はどうなんだろうね。解決するつもりないんだろうね。原因が分かってない。そうそう、だからうちは全部触るのはそういうことなんです。何が原因か分かんないから、はい、全部取っていこうよって、はい、今がちょっと脇を押さえるけど、ここ押さえて痛かったら、はい、リンパ液の流れが悪い感じだからね、はい、トイレが詰まって流れないみたいな、そんな感じになってんな。あー、痛い痛い、あー、痛い、あー、あー、そこ痛いです。痛い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 、今ガッポンガッポンして流してる感じ。懐かしい。そうそう、最近見ないよね。学校の掃除の時。そうそうそう。あ、そこですね。痛い。痛ここ。はいはいはい。これもね、あ、肩こりに良きところ。それ何ですかこれ。肩甲骨の上の筋肉なんだけどね、肩上筋って言うんだけど、この筋肉が硬くなると腕の疲れとか、あと腕のしびれとかね、はい、こいつ硬い。痛い。よし、はい、よく耐えたね。めっちゃ硬いわ。これこれ。私事務所患者だけですか。どうなんだろうね。普通ぐらいじゃない、まあ硬い方かなっていうぐらい。まだ硬い人いるんですか。いるいる。世の中はまだまだ世界は広いよ。凝りってね、痛いのが、はい、凝りすぎたりすると感じなくなるんですよ。そうなんですか。そう、何も感じませんよみたいな、そうなると結構重症です。そうなんですか。で、初めちょっと触ってって緩んできて、あ、感じてきた、痛い痛い痛いってなる人もいれば、はい、その日で一日凝りすぎて痛さが分かんない人もいるし、でもまだマシっちゃマシだけど、凝ってるというよりは凝ってる。ストレッチとか、うん、やってるつもりなんですけどね。うん、ストレッチとかで取れないからね。しっかりヨガとか、がっつりヨガとかやった方がいいよ、するなら。一応自分で解決するのもあるんですね。うん、あ、一回自分で、はい、楽にする方法があるんですね。そうそう、一番いいのはね、毎日歩くこと。あとはまああのヨガとか、まあラジオ体操、まあ動かすことだね。歩くといいんですか。ん、歩くといいんですか。歩くは、歩かないよりかはマシ。でも運動好き嫌いで考えたら、運動嫌いな人が無理やり運動する必要は僕はないと思ってます。だから出歩ける体力さえあればいいんじゃないかなって思います。するんだったら、まあラジオ体操とか、はい、もしくはまあ1日30分ぐらいのウォーキング、まあ散歩だよね。できる人にはそれやってみてっていう。で、それまだやってますっていうんだったら、さらにやるんだったら、ヨガとか。ウォーキングは、はい、なんかリュック背負っててもいいんですか。
まあ、あのリュックの背負い方だよね。登山用のリュックとかにした方がいいよね、やっぱり。はい、絶対違う。体圧分散を考えてやってください。僕登山するけど、しっかりしたリュックで体にフィットして、うん、させたら全然重たくない。腰で支えたりとか。そうそうそう、腰で支える、胸で支えるね、はい、胸で支えるピタッてやつと腰で支えるのやっといたら、はい、全然違うよ。そうですか。うん、持ってないんだったら合わせて、合わせた方がいい。いいですね。うん、30リッターバックパックとかだったらあるからね。ありますね。最近ビジネスマンでも最近そういうの増えてきてるけどね。ありますね。うん、だいぶマシだったね。リンパ両方とも硬いね。ここ押さえたらポコッペコって音鳴ってるでしょ、はいはい、でこれ何かって言ったら、この肩甲骨の上にある筋肉が硬くなりすぎると、はい、ピーンとなんかあの太鼓の皮みたいな感じになっちゃうんですよ。あ、なるほど。でそれで押さえると、ね、ポコペコ音が鳴るんです。でこれどういう感じかって言ったら、100人に1人ぐらいの割合なんだけども、うん、使いすぎたりするとこの辺が、あ、まあ、凝りすぎだよね。凝りすぎるとここになってきます。でこれ押さえてあげたらね取れていきますから、取っていきますね。僕ポコペコ病って勝手に名前つけてますけど、ポコペコなるのね。まあ他の病名とかなんか証明あるのかもしれないけど、よくわかります。ひどい人になったらね、両方出てくる。本当ですか。うん、まあ、これなってくる、これがポコペコ音が鳴る人っていうのは、うん、あの限界まで追い込んでる人だから、すごい仕事しすぎ、やりすぎお疲れ様です。で、あの押さえていくとね、あの太鼓の皮ってのポンポンって音鳴りますけど、あれ引っ張られてると鳴るんですけど、今みたいにね、はい、だんだんあの緩んでくるとほら鳴らなくなってきてるでしょ、はい、
まあ、だいぶならなくなってきたんでね。でそれが出てくる人って心が硬くなる率が高いね。痛い、痛い、痛いです。痛い、痛い、痛い、これ、うわ。